はい、おはようございます。今日はサザエが入ったので、サザエを刺身用にばらしていきたいと思います。はい、サザエはペティナイフとなるもので、サザエのこっちの中の方に突き刺します。でぐるっと回して出します。でここの中側を押して、するとこういうふうに出てきます。骨の道具はベッドにして、この部分は刺身で取りますので、1個を取ります。はい、で次にこれをこの殻のこれで包丁入れて切ります。でこれで一応出来上がりです。でここのところに口があるので、口を取ります。はい、でサザエを今度はずるぬめりがあるので、こうして取ります。